皆さんおはようございます。ブラスバンクのアリペイと水野です。今回私こんなものを買いました。なんでしょう。わからない。はい、こちら楽器を購入したんですけど。何買ったの？何やんの今度は。気になるでしょ。気になる。何のだろう。大きさ的にラッパじゃないの？ラッパではありません。あ、かわいいの入ってる。今回私が買ったのはダダーン。わかりますか？今回買ったのはスライドトランペットというものを買いました。へえ、何のために？え、早速組み立ててみたいと思います。知ってんの組み立て方。いや、まあ、任してくださいよ。見てください。もうこんなのも買っちゃってますよ。あの形から私入るタイプなんで。あ、パーツを2つしか入ってないんで、このスライドとベル、うん、ちっちゃ。はい、こういうことでしょ。見えないもんね。こっちはトロンボーンです。はい、見切れてますけど。あー、ちっちゃ。かわいい。でも俺の方が小顔効果あるよ。はい、こちらのスライドトランペットを購入したんですけど、買ってからね、もう全然吹いてないので、はい、あるあるですよね。でもそういう、まあ、某国の楽器ですよね、きっと。某国の楽器です。あの、ジャリジャリしてますよね。ジャリジャリしてるんで、はい、まあ、お手入れの仕方とかもちょっと水野くんに合わせて教えてもらえたらなと思っております。で、最後になんか簡単な曲が吹けたらいいなって。なるほどね、はい、楽しみだな。はい、一応私はこのヤマハさんのスライドオイルと水を買いました。はい、イニシエの水と、イニシエの水足りる？そのイニシエの水ちょっと足りないから。なので、お手入れの仕方とざっくりポジションを教えてもらえたらなと思ってます。はい、じゃあまずオイルつけましょうよ。はい、先生お願いします。最近のね、オイルはね、すごくて直接つけれるように、もうなんかつけやすいよね。そう、つけやすいようになってるんです。これは、このストッキングの部分に、はい、そう、ストッキングの部分に薄く塗っていく感じで、まんべんなく。これストッキングって何のことか、多分皆さん分かんない方もいらっしゃると思うんですけど、この先の部分が膨らんでるんですよ。そう、見えますかね。ちょっとカメラだとね、分かんないけど、線がね、ちょっと見えるんだよね。ここに、ちょっとこう、この先の部分に、ここに入ってる、はい、あの、ハックストッキングと一緒ですよね、発音的にはね。はい、はい、で、水で伸ばします。いっぱい。嘘でしょ。それで伸ばしたって手にしてシュッシュッてシーンやろう。ちょっと待ってね。はいはい。全然違う威力が。はい、はい、で、これをはい、合わせます。はーい。うわ、びしょびしょなんだっけ。すいません。こっちじゃねえ、こっちじゃねえ。はい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 、どうですか。スベスベになった？スベスベだと私は思うんですけど、どうですか？あ、いい感じじゃない。スベスベ、うん、はいはい、できました。はい、マウスピースないですけど。マウスピースはいつもポッケに入っているアリペ。はい。あ、なんか変だね。いや、かっこいいでしょ。え、吹いてみて。あ、普通にアリペの音しない。よく聞くやつや。最高にいい音するじゃん。やっぱこのトランペットだといろいろごちゃごちゃなってるのが、うん、1本の管なので。あ、ストレートにね。はい、いい音になりますね、やっぱり、うん、簡単にポジションを教えてもらっていいですか。まあ、トランペットなので、トランペットのこれイメージしましょうか。はい、ありがとうございます。で、音階の名前はドイツ音名で言います。はい、わかりました。いろいろ大変なのでね。はい、今 F 開放の状態です。そうです。B開放で出ますよね。はい、一緒です。上のベイもだから開放で出ますよね。はい、それが1ポジション1ポジション。はい、トランペットで言うと何も押さない開放の0番とかいうやつですね。はい、は1ポジションです。あ、ここ0じゃないんですね。0じゃないです。トランペットだとこれが0って言うんですよ。トランボには0はないです。1番、はい、全部入った状態が1番。はい、わかりました。で、次ポジション下がっていきましょうか。じゃあ順番に半音階で、はい、はい、お願いします。じゃあまずベイが開放で出ました。はい、次アーの音吹くときは2番押しますよね。はい、トロンボーンも2番になるんです。はい、まあそれもうちょいかな、これぐらい。そうです、そうです。
これが2番。はい。で次3番。はい。同じぐらい伸ばしてみてください。そう、はい、それぐらいですね。3番はアス。はい。これ1番。はい。トランペットの1番とトロンボーンの3番は全部一緒です。全然動かせないんですよ。ここ1番、2番、3番。え、めっちゃちょっとなんですけど。スライドトランペットだとね、ちっちゃいから余計に、トロンボーンだともう少しね、距離あるけど、うん、じゃあ次、4ポジション。はい、さらに、はい、伸ばします。はい、これで1、2番の音が。はい、次が、1、3番のピストンのやつが5ポジションです。こんな感じかな。そんな感じです。はい、はい、2、3番終わりました。2、3番、はい、1、3番のポジションですね。はい、F かな。はい、これは、はい、私聞いたことあるんです。うん、トロンボーンのストッキングの場所が大体、あ、そうです、ストッキング見えないぐらいのところが6ポジションです。F が出ました。花さんとって命だから、これ。ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。で、次が1、2、3全部押したやつ。はい、これでもストッキング先行きますけど、ストッキングの部分です。ストッキングが半分ぐらい見えるぐらいかな。はい、これが7ポジション。そうです。以上がトロンボーンのポジションです。はい、ありがとうございました。本日の動画が良かった方は高評価、グッドボタン、はい、チャンネルはそのままで。トロンボーンだと1ポジションどれぐらいの幅あるかちょっと見せてもらってもいいですか。はい、これが2番。2番、全然ほら倍ぐらいっていうかな、もう全然違うんですよ。距離がね。そう、感覚が違う。でもバイオリンとかチェロのね、ビオラの人もそうですけど、やっぱりちっちゃい楽器の方がポジションが近くて難しいって言いますもんね。でもトロンボーンはもともと難しいですけどね、これが。うん、憧れのスライドですもんね。そうです、憧れのスライド。今スライドの練習します。はい、7171 7171。そんな曲やる今日。今日何やりましょう。何やる、これやる。皆さん知らないと思いますけど、トロンボーンの有名なコンチェルトです。よくトロンボーンの人がね、サラウンディング。いや、これやっぱ亡国製なので、やっぱちょっと動きが悪い。そうですね、やっぱりその辺はしょうがないですけど、でも気になりますよね。気になる。トロンボーンの人が必死にこうやってうーんってやってるの分かりますよね。分かる。余分な力が入るので、うん、やっぱりスライドはスムーズに動くようなコンディションを保ちたいですね。じゃあポジションも分かったということで、はい、頭の中にピストンとスライドがリンクしてきましたか。少しだけ。はい、目を閉じて押すんです。押せてる、押せてる。じゃあベイドゥアーの、おお、いきなりやってみるよ。はい、いけてる。私はトロンボン奏者、私はトロンボン奏者。ベイからいってみようか。はい、ダン。先生、いい感じじゃないですか。やった。もうすっとポジション出てきてますもんね。某ホルン奏者とは。あ、そうですね。某ホルン奏者はあの時これで吹いてますから。あ、そうか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 。スライドトランペット、ちなみにマウスピースはトランペットです。はい、トランペットと同じものがついてるので、あの音を出すという仕組み的には、あの水木をかばうわけじゃないですけど、いつもと同じことやってますから。音を変えるっていう仕組みがスライドになったっていう。水木がプッチンしちゃうから。音階もう余裕ですかね。それ以上の、それ F とか行きますか。上の F まで。上の F まで、はい、行きます。はい、素晴らしい。やったー。トロンボーじゃないですか、もう。いや、トロンボーファミリーに入れてくれますか。ぜひ入りましょう。やっぱスライドの魅力ってありますよね。音の変わり方がやっぱりピストンと違うので、うん、なんかすごいスムーズ、うん、すごく綺麗に今変わってました。普段のアリペイの音で出てるし、あとそのスライドのね、魅力も出てるので、これ極めたら面白いんじゃないですか。まあ、でもこのスライドがきっと難しいんですよね。そうなんです。本当にちょびっとで変わってましたもんね、今も。はい、本当にスライドが上手くなるコツとしてどういう練習したらいいですか。スケール、スケールもですし、あとインターバルっていう練習あるじゃないですか。跳躍。そうです、基準となる音から順番にこう動かしていく。ちゃんと杖を6ポジション使ってくださいよ。すいません。レバーあるんで押しちゃいました。これレバーついてないんですよ。はい、
こんな感じで、まあ、ポジションを正確に当てながら、あと頭の中で音程を取りながらやるっていうところが大事ですね。はい、じゃあちょっともうそろそろ曲吹きたいなって思っちゃうんですけど、何吹きましょうか。じゃあキラキラ星で。キラキラ星ね、はい、基本中の基本、もうレベル1個ずつ上げていきたいんで、はい、楽しみだね。でもここからレベル上げていくってなったらめちゃめちゃ難しいのも期待しちゃうけどいい。みたいな。1だな、じゃあキラキラ星、音大丈夫ですか。大丈夫です、はい、やってみましょう。お聴きください。水野先生、はい、素晴らしい演奏でした。ありがとうございます。水野先生のおかげです。何も教えてない。お手入れが結構大事ですね。そうですよね。今吹いてみてなんかちょっとうってなったらうってなっちゃうんで、最初出した時ねすごかったです。固まってなんかジャリジャリしてるし。そうなんです。すごい楽しかったのでトロンボンファミリーにぜひ入れてほしいですね。ね、なんかね、やれたらいいですよね、うん、でもやっぱもうちょっと難しいことやろうと思ったらやっぱりスライドの練習がちょっと必要かなって思いますね。そうですね、やっぱりパッとね音とリンクしてくるっていうのが大事なので、そこを練習しなきゃいけないですよね。あと皆さん今楽譜があったと大思いだと思うんですけど、私は、まあ、メロディーラインだからめちゃめちゃ簡単なんですよ。でも水野くん今実は楽譜もなしに伴奏作ってくれてて、私たちブラスバンクの編曲もの J-POP とか、あ、アレンジ、そう、アレンジものっていうのはだいたい水野くんが編曲してくれてて、実はその曲もインターネットとかで楽譜が手に入れることが、はい、気が向いたら のしとく、気が向いたらのしとく気が向いたらのしとくので、ま、はい、よかったらぜひ皆さんもチェックしてみてください。動画が良かったと思った人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週。